さあ今日もやってまいりました Q&A コーナーでございます。今日もですねいつものように皆さんのクエスチョンにですね答えていきたいと思っております。早速行ってみましょう。このコーナーはですね皆さんがですね謎に思ったバイクのことを質問していただければですねそれを私が適当に答えますんで、いやいや本当はこうなんだよっていうことを分かってらっしゃる詳しい方がいたらですねプラスアルファでコメントしてくれるというですね素晴らしいコーナーになっております。はい、最初の質問です。 YZF-R シリーズといえばヤマハを代表するオートバイだと思うのですが SR 等のように名前に由来があるのでしょうか。また FZ1 フェーザーに乗っているのですがフェーザーはヤマハの造語と耳にしたことがあります。由来等あれば教えていただけると嬉しいです。なんだっけな、もう忘れちゃいましたね。これ、ナンバー25の質問なので、いきなりなんですけど、知ってる方答えてあげていただいていいですか?ごめんなさい。なんだか忘れちゃいました。なんかありましたよね、確かにね。MT25 に乗っていて、次のバイクとしてアドベンチャーを考えています。MT は所有し続けますということで。2気筒を持っているのもあり、トレーサー 900GT、タイガー900ラリープロ、VFR800X あたりで迷っています。今すぐ購入したいというわけではないのですが、その場合でも試乗なのはさせてもらえるのでしょうか。レンタルバイクとして1日ないし半日借りた方がいいですかねということなんですけど、このクラスになってくると、試乗してもわかんないですよ、多分。こういうのって、ものすごくやっぱりツアラーのオートバイだったりするので、最低でもレンタルバイクで1日借りて乗った方がいいかなと思います。ちょっと近所一周したぐらいでどんなバイクかっていうのは、まあ乗れるかどうかぐらいはわかるかもしれませんけども、それ言ったら3車種とも多分同じ感じだと思うので、どれもこれは乗れないなっていうのはなかなかないような気がするんで、ちょっと一回その方がいいかなと思います。ヤマハではないのですが、私は昨年からバイクに乗り始め、今川崎 Z400 に乗っています。最近 YouTube を参考にバイクのメンテナンスを兼ねてチェーンの清掃と注意をしたのですが、加減が分からずチェーンクリーナーを1本空にしてしまいました。すごいな。そこでもしよろしければ初心者向けにプロの視点から注意点などを説明しながら作業の様子を見させていただけないでしょうか。お忙しいとは思いますがよろしくお願いします。これねできないんですよ実は。例えばそういう動画をアップロードするじゃないですか。整備のやり方を細かく説明した動画をアップロードしてしまうと、それを見て真似した人の中に問題が発生した時にお前のせいだってなってしまうんですよ。だから整備資格を持っていたりとかお店として存在している場合、こういうのをお見せすることが逆にできないんですよね。気持ちはすごくわかるんですけどなかなか難しいのと、例えばそれを無視してやったとしてもですね、仮にですよ、じゃあこれ、まあ、ピンときてないと思うので説明をすると、最近家で料理を始めたのですが、お店のハンバーグがとても美味しいのでどうかそのお店の作り方を一から動画で説明してもらえないでしょうかってもしなった時にレストランとしては困るわけですよねやっぱりね。っていうのとなんか似てます。なのでなかなかね、例えばそこのお店が良くても他のお店がおいおいってなっちゃうと思うんで、やっぱり基本的にはですね、あんまりそういうのは今の時代は動画で出すのはなかなか難しいんですよね。いろんな意味でいろいろあるんですよ、しがらみが。なのでちょっとこれは難しいとは思うんですけども、ただ1本使っちゃうのはやりすぎなのでそんなにたくさんは使わないですよ。1本あったら当分使えるなってぐらいのイメージで捉えていただいた方がいいかなとは思います。 Q&A で逆車について触れられていましたが、ではなぜ XMAX400 は国内販売されないのですか。スクーターブームが去ったからと各メーカーも興味を示さなくなりましたが、車検の問題とは別に国内の掘り起こしをする気概が欲しいです。その中でもヤマハはどっかのメーカーと違って 300cc クラスを売り出したりしてチャレンジ精神旺盛ですが、 XMAX400 は国内売りの動きがありませんがなぜでしょうかということなんですけど、やっぱりもう本当にこれね全部売れないからなんですよね。でどうしてもこれ商売なので、例えば今日本の国の基本的な文化としては商売に対するその感覚っていうのがですね、すごく商売がしづらい国という言い方したらちょっと語弊があるんですけど、要は稼ぐことに対して批判的な意見が多い国なんですよね。例えば商売気を感じるものに対してその嫌悪感を持つ方が多いっていうんですかね。なので大きな声では言わないんだと思いますけども、ただですねやっぱりそこで商売をするっていうことは、そこにですね人間を割り当てるってことになるんですよね。例えばヤマハの中で働いてる人たちがたくさんいて、その人たちの食いぶちをそこにかけなくちゃいけないので、これはですね別にヤマハだけじゃなくて各メーカーそうですし車もそうですし、そして極端なこと言えば商売って全部そうなんですよね。だから売れない商品というふうに、日本では少なくとも売れない商品、
XMAX400 というのは当然販売してるっていうことは、どこかの国では売れるよというふうに見越して作ってはいるので、ただそれをですね日本に持ってきてそこに人を割り当ててやってもですね、その人たちが赤字になってしまう場合っていうのはそこにですねベットすることができないんですよね。だこれはですね被害とかの問題ではなくて現実の経営判断という形になるので、例えばイメージとしてはですねボクシングの最終ラウンドを見てるときにもうとても優秀な人たちが戦っていて、そして最後ですねもうお互いボロボロでもうかろうじて立ってるのもすごい状態でパンチを一生懸命出している状態ってあるじゃないですか。その時に周りにいるファンがですね今そこで殴んなきゃダメなんだよダメだなって言ってるのと一緒でですね、いやそこで殴れる人は多分なかなかの人だよっていうぐらいですね、これはですねもう特にバイクの販売っていう面に関しては難しいんですよ。グランドマジェスティ400っていうバイクが国内ではありました。グランドマジェスティ250があって400があって車体は共通でエンジンだけ400になっていると、要はこれと同じ状況ですね。 XMAX と似たような状況になるんですけども、グランドマジェスティ400ってどれぐらい売れたと思いますっていう話をするとですねあんまり良くないかもしれないので、要は売れないから無理なんですよということで、国内投入されないのはですね売れないから、それはもういろんな理由があります。バイクに興味がないという国民性になってきてたりだったりとか、あとは少子化だったりとかですね、いろんな理由があると思いますけども、ここはですね実は気概の問題ではないというところなんですね。少し組んであげてください。今くらいに質問すれば花粉も去り梅雨明けしてコロナも落ち着いてくれてバイクに乗り始めてると思うので質問します。 YSP 岡本塚さんにエンジンオイル交換しに行きたいのですが飛び込みで OK ですか、忙しすぎて入庫は3ヶ月先と聞いたので電話予約かネットで予約必須なんでしょうか、隣住みで行ったができませんでしたは切ないのでっていうことなんですけども、無理ですねうちは今はい。なのでですねちょっとですね飛び込みで来られるとですねもうお断りする形になる感じですね。多分うちに限らずどこも混んでると思います、オートバイショップは。ヤマハのバイク早々期は楽器を作る職人さんがバイクを作っていたという話は本当ですかということなんですけど、ちょっと僕そこ見てないんで定かではないんですけども、ただもともとは楽器メーカーが急にバイクを作り始めてるんで全然あり得る話だと思いますよ。急にバイクを作ろうつって作ってますからね。はい、賛否両論ありますのでズバリ島田さんに聞きます。当方はお決まりのカスタムがされた TW200 に乗っています。社外品ベーツライトにエッジオンハロゲン 35W の組み合わせのものを装着していますが、やはり 55W に変えるのはいろいろリスクあるでしょうか。一度 LED に変えたのですが逆に暗くなったので諦めましたということですね。明るくならないと思いますよ 55W に変えても。なので玉台がもったいないかなと思います。やっぱりね定番のカスタム TW のやつはねどうしてもそうなっちゃうんですよね、しょうがないですけど、質問なのですが四輪車の AT 車はクリープ現象があるのにバイクの AT 車はクリープ現象がないのはどうしてなのでしょうか、あと遠心クラッチはどのようなものなのか教えてください。遠心クラッチ自体はその要はクラッチを遠心力でつなげるから遠心クラッチなんですね。でリアタイヤにつながったシャフトがクラッチアウターっていうのをぐるぐる回すんですよ。要はタイヤとクラッチアウターは一緒に回るんですね、同じもの一緒に回る。そこにですねエンジンの回転でブーンって広がるクラッチがついていて、ブーンってある程度の回転数になるとこうクラッチが触れてクラッチがつながる、これクラッチインって言うんですけど、遠心クラッチの場合はね、ある程度の回転数が落ちるとその遠心力が弱まってって、じゃあ2000回転とか1000回転になってくると遠心力が弱まってきてスプリングの力で引き戻すんですけど、遠心力に対してスプリングの方が勝つとそのスプリングの力でギュッと内側に戻しちゃって外側に触れなくなってクラッチが切れる、これクラッチアウトって言うんですけど、っていう感じの構造で動いてるっていうのがですね遠心クラッチですね。なのでアイドリングしてる時には遠心力が足りないのでクラッチが触らないんですよ。だから完全にクラッチが切れた状態になるのでクリープ現象がないというふうに考えていただければいいですかね。車のオートマはねわざとクリープ出してますよ。結局その渋滞に並んだ時にブレーキ離したり踏んだりだけでこうちょっとずつ車が動かせるのが便利だからですね。ただ車種によっては実はクリープがないものも結構今あるんですよ。厳密にはクリープがあってもクリープしていないっていうのもありますし、逆にクリープ自体が存在していない車っていうのもやっぱりあって、ただ基本的には今はね便利だからだと思いますよ。トルコンっていうのがついてる車が一定数あって、最近またトルコンになってきてるんですよね。普通の板のクラッチ、いやバイクと同じようなクラッチで、まあスクーターじゃないですけどね、バイクと同じようなクラッチを使って機械的に要はクラッチ操作をしてくれてるっていうものもですね一時期車も流行ったんですけど、やっぱりそのスムーズさだったりとかダイレクト感を出すことができるようになったんですよ。トルコンっていうのがすげえ雑に言うと扇風機が2つこう回ってて、こっち側でバーって回るとですね
油の浸されてるんで、その勢いでですね反対側が回るみたいなね。ただ途中でそのそういう風に動くトルコンっていう機構があるんですけど、それであの片方ずっとアイドリングで回ってるとですね、その圧がかかってちょっと進んでいくっていうだけなんですけど、理解しづらいかもしれないですけどね、現物があったら分かりやすいんですけど、油に渦を起こしてそれを当ててもう半分の羽を回す、渦というか圧を当ててですね、という機構になってますね。それがクリープ現象の基本の正体かなと思いますけども、島田さんの話を聞いていたら、ヤマハのバイク欲しくなったけどおっしゃわない、どうにかしてよ、まだうちにセロ何台か残ってるんで、ぜひ言ってください。この公開される頃には怪しいけど。子供も大きくなり、バイクに乗り始めようとしています。20年も乗っていませんが、平気でしょうか？当方体重100キロオーバーなので、250cc などに乗ると、サーカスのクマみたいになるので、大きいバイクが欲しいです。おすすめがありましたら教えてくださいということなんですけども、そうですね。今おいくつかわかりませんけども、結構20年ぐらいのブランクだと乗ってる方多いですよ。あとは、お話を伺ってると、結構皆さん、やると思い出すみたいです。もう絶対無理だろう、一からだろうと思って取り組んだら、乗ってみたら意外と平気みたいな方が多いかなと思います。大きいバイクが欲しい、どういうバイクがいいですかね。ちょっと今ヤマハではなかなかないですけど、やっぱりあのアドベンチャーモデルってもともと車体が大きいので、例えばベルシス X だったりとか 400X だったりとか、ああいうバイクっていうのはですね、車体が大きいのでなかなかいいんじゃないですか。でポジションも教習所のバイクに近いので違和感なく乗れるのかなとは思いますけどね。 B の50のデザインが可愛く好きなのですが、同じデザインで 125cc での販売はしないのでしょうか、ということなんですけども、そうですね、すればいいのにって思いますけどね。ただやっぱりあのこれはですね、今まではやっぱり女性とかは 50cc とかを買う方が多くて、そしてやはり B のとかってあの女性に非常に受けるんですよ、まあ、男性にも受けるんですけど、なのでそういう意味でですね 125cc なかったと思うんですけども、今は単にメーカーにそこにお金を投資する体力がないだけかなと思いますよ。海外に行くと売ってるんですよ、 B の125ではないですけどね、ああいう形の可愛らしいのがいっぱい売ってるんですよね。例えば QC100 っていうバイクがあって、結構台湾とかでいっぱい走ってるんですけど、アジアの方で走ってるんですけど、あれなんかデザインがちょっとそういう可愛らしい感じになっていて、そしてあのプロモーション自体もそういう感じですよ。今110になってるのかな、確か QC は。すごいB のっぽいプロモーションになってますね。ライトは四角いんですけど、でも B のっぽいんですよね。そのうち日本にも入ってくるんじゃないですか。その九州は入ってこないでしょうけど、そういうものがですね。浜松市民はヤマハとスズキとホンダ、どの地元メーカーを押せばいいのでしょうか。赤ちゃんの時から浜松市民は悩まされる重大な問題です。そうですね、多分あの肌に合う合わないがあるとは思いますんで、すごいですよね、あそこの浜松のところはね。なんて言ったらいいんですかね、もうメッカっていう言い方が一番いいかもしれないですね。もう浜松にあるもの全部応援してもいいんじゃないですか。どっか1個しか応援しちゃいけないってわけじゃないと思いますんで。 ETC 車載機についてなんですが、旧型と 2.0 はどちらをつけるのが普通ですか。今まで SR で下道をとことこ行くのが好きで高速に乗ったことがありません。今度納車される XSR700 には ETC をつけるのですが、どちらをつければいいのでしょう。旧型をつけたりするとバカにされたり不便だったりしますか、ということで、不便さはないですよ。ただ数年後に使えなくなっちゃうっていうのがあるんで、それだけ気をつけていただければ ETC1.0 のあるタイプは、で逆に確かね2万円弱ぐらいで ETC1.0 だけれども将来的にも使える、要は使えなくならないってやつがあるので、よかったらつけようと思ってるお店さんに聞いてみるといいと思いますよ。 2.0 をつける方が今ほとんどです。実際は新型のハヤブサが発表されましたが、島田さんの感想をお聞かせいただけたら幸いです。特にパワーが190馬力と旧型よりも落ちてる点についてどう思われますか、ということなんですけど、多分ね乗りやすくなってると思いますよ。でピークパワーってあのなんていうんですかね、あまりにも意味がないものなんですよね。よほどその最高速ばっか出してる人だったら、もしかしたらあと1キロ2キロ、ね、前に進みたい、速度を上げたいってなったら、まあ、あるかもしれないですけど、基本的にはだいたいこういう時ってめちゃめちゃその代わりに乗りやすくなったりするんですよ。なので多分進化してることなんじゃないかなと思いますよ。2台並べて乗り比べさせられて、どっちが旧型どっちが新型って教えられなくて、好きな方乗って好きな方上げるって言われたら、多分190馬力のやつの方がいいっていう風になってると思いますよ。そういうもんなんですよ。このカタログ上の数字ってあんまり関係ないんですよね。実はあのすごく圧倒的になってると思います。多分これだけ違ってるんであれば、より何か意図があるので、多分圧倒的に良くなってるんだと思いますよ。最近初バイクとしてビラーゴ250に乗り始めました。不動車を自分でレストアして現在好調に走ってくれています。さて本題なのですが、通学で走行するルートは渋滞しやすい傾向があり、低速走行の場面によく遭遇します。渋滞でのんびり進むときは1速より2速で低速走行が良いと教習所で教わりました。しかしながら速度が落ちてくるとカタカタと微妙な動きになるのですが、あまり良くないことなのでしょうか。低速時の良い走り
走り方をご教授いただければと思います。別にローギア使って大丈夫ですよ。教習所のバイクってやっぱり 400cc あって4気筒あるんで、そういうことができるんですけど、ビラーゴあたりだとセカンドしんどいですよね、確かに渋滞してるときは。なので車種によって違ってくる部分ではあるんですけど、全然ローギアをうまく使っていただいて、ちょうどいい方を選んで使っていっていただければそれで平気ですよ。ガタ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 っていうのはね、あんまりバイクに良くないです。これ一応お話ししておきましょう。ホンダの SL230 というマイナー車に乗っています。当時から人気のヤマハセローに対抗して出された車両という認識ですが、究極に不人気です。なぜセローが人気で SL は不人気となったのでしょうか。個人的な意見で良いので教えてください。 SL230 あったな。可愛らしすぎたんじゃないですか、その全体的な雰囲気が。で、何のエンジンでしたっけ。確かエンジンも結構な使い回しエンジンだった気がするんですよね。要はいろんな車種についてるエンジン違いましたっけ。とにかくそのなんか、かなり線の細いというか、ワイルドさよりも親しみやすさを前面に押し出した感じですよね。セローって道具臭いんですよ。例えば中華料理屋の人が使ってる、もうそれどんだけ使ってんのっていう中華鍋みたいな、要はそのひたすらシンプルで、特にじゃあフッ素コートがしてあるわけでもなければ、特にあの重さが軽いわけでもない、特に何かこう尖ったところはないんだけれども、今の便利さっていうものを入れてあるわけじゃないんだけれども、ただただ仕事を淡々とこなして、やっぱりそれで作った料理はうまいみたいなものってあるじゃないですか。ああいう感じが多分セロの人気をね、醸し出してるのかなと思いますよ。本当に余計なもんついてないけれど、使い込んで自分に馴染ましていくみたいなイメージで、たくさんラインナップをメーカーが出してると、この時結構あったと思うんですけど、あまりたくさんラインナップを出してる中で1個出してもやっぱり消えていってしまう場合があるんですよね。なのでそういったところもあると思いますし、あと対抗して出してうまくいく車両ってあんまりないんですよね。最初に出したところが大体やっぱり勝つんで、特にオートバイは。なのでそういうのもあるとは思いますよ。例えば同じ例で言ったら VMAX に対抗して出した X4 だったりとか、出していけばいろいろあると思うんですけど、NSR50 に対抗して出した TZM50 とかね。要は2番煎じ3番煎じがうまくいくケースってあんまりないんですよね。なのでものすごく盛り上がっていた時に王道のものを出した時はうまくいく時ありますけど、ゼファーに対抗して CB400 スパフォがあって、 XGR400 があってっていう風になっていく、そのジャンルとしての成功はあると思いますよ。スクーターでそれは意外とうまくいかない。例えば鈴木さんの代表車がスカイウェーブですよ、ヤマハの代表車がマジェスティですよっていう形だったらうまくいくんですけど、ホンダさんの代表車のところに例えばじゃあフォルツァがあって、フォルツァはすごく人気があるじゃないですか。ただそこにですね、さらにかぶせて PS250 があったりだったりとか、フェイズがあると、その2台っていうのは消えてっちゃったと思うんですけど、やっぱりですね、薄まってっちゃうのもありますけど、で食い合ってしまうっていうのがあるのかなと思いますけどね。整備などに興味がありますが、ネットなどを参考にいじって、仮に走行中に何かあったら怖いと思い、なかなか手が出ません。素人がいじらない方がいいのは分かりますが、できるようになるために何か良い方法ありますかっていう感じなんですけども、僕はね、整備は自分でどんどんやって、当然怖い目にもあったこともあるんですけども、結局ねお店に入りました。でそれはそこに答えがなかったからなんですよね。当然そのいろんな理由がありましたよ。でも自分でできることってやっぱり限界があって、ネットの情報って万人向けの情報なんですよね。その自分のために対する情報じゃないんですよね。だからどうしてもさすがにそのオートバイの整備というですね、何か起きてしまった時にですね、それぞれ壊れ方がいろんなものがある場合って、これもう乗ってないじゃんこの先、ここのところ走られてんじゃんとか、いろんなことがあるので、ネットを見てやれるものではないのかなとは思うんですよね。で、あのできるようになりたいっていう時に、これ何択かになっちゃうんですけど、もう自分でリスクも含めて自分でやるっていうのがまず一つなんですよね。だネット見ながら、本見ながら、情報収集しながら、詳しい人に話聞きながら、とにかくひたすら自分で壊しながらやっていく。そこに対してお金の損が若干あってもね、あネジポキッと折っちゃって結局お金が逆にかかっちゃったよとかね、オイルのドレンボルトグリッてやっちゃって結局お店直してもらっていいお金取られたよとかね、そういう風にして勉強代を払いながら進化していくっていう方法もまずありますし、それ最初の頃の僕ですね、だったりとか、あとは逆にもう学校に入ってしまったりとかね、専門学校とかね、もしくはもう仕事にしてしまう。それ以外にですね、こううまく例えばネットを参考にして、お金は1円も使わずに、かつその安全に確実に整備ができたら、それも素人の状態でもちろん最高なんですけど、それがないからですね、皆さん苦労しているというやつですね。なんか人生の成功に似てますよね。どうやったらお金持ちになれるんですかっていうのと一緒ですね。やっぱり努力をするしかないということなんですね。今月末に CBR400R を納車します。しかし自宅がコンクリートの駐車場と芝生の庭しかありません。駐車場はチェーンロックをかけておくものがないので、庭に木板を敷いておこうかと考えています。芝生に止めておく場合注意した方がいいこと、もっといい方法など何でもいいのでアドバイスいただけませんかということなんですけど、まずですね、
サイドスタンドがズブズブ沈んでてバッタンしないようにですね、サイドスタンドにつけるサイドスタンドの接地面を拡張するやつが売ってるんですよ。1500円とか2000円ぐらいで。そういったものをつけるとですね、この木の板がまた傷まなくていいのかなって思ったりするのと、あとはそこのサイドスタンド止める場所って大体決まってくるじゃないですか。そこ少し掘ってレンガ1個埋めとくといいと思いますよ。でそのレンガの上にサイドスタンド置くとかね、いう方がいいかなと思います。木の板ってやっぱり穴開いてくるじゃないですか。でどこに住んでらっしゃるか分かんないですけど、横浜とかだとそれやるとですね、地面に置いた木の板が腐ってでズブッと穴開いちゃったりとかして、木の板交換しようと思って木の板が腐ってこれどこに捨てればいいのって言って大変な目になったりするんですよ。地方だとね、焚き火で焼いちゃうとかいろいろあるのかもしれないですけど、なのでそういったところでですね、ちょっとそういうふうな方法の方がいいのかなと思ったりするのと、中にはその鉄板ってあのレンタルであるんですよ。工事現場でよくでっかい鉄板が引いてあってツルツル滑って置かないと思うんですけど、ああいう鉄板だったりとか、あれレンタルでね借りれるんですよね、月額で。とかもしくはホームセンター行くと金属のあの何て言ったらいいんですか、あれ模様がついた板、ああいったアルミ製のやつとかね売ってたりするんで、そういったものを引いたりするっていう形でですね、とにかくサイドスタンドのところの対策ですかね。本当はね、下に何か引いてあると上がってくる湿気での錆も抑えれるんで、本当は何か引いとくといいんですけどね。バイク、かっこフルカウルバイクに乗ってる時前傾になりますが、運転中は少し上目遣いになると思います。ここ1年ぐらいその少し上目遣いで走っているとすぐに目が疲れてしまい、頻繁に休憩を欲してしまうようになりました。目が悪く眼鏡をかけていますが、眼鏡のせいなのか、目の疲れに対して何かいい方法はありますでしょうか。これわかんないな。なるほど、なんで疲れちゃうのかな。少し上目遣いで走ってるから。でもバイクはそのまま行くっていう前提ですよね。疲れ目対策、なんかここを押してマッサージするじゃないですか。あれやっちゃいけないらしいですよ。あれなんかやると戻ってこないんですって、目の筋肉って弱いらしくて。だからあんまりやらない方がいいっつって、逆の話なんですけど、解決策ではないんですけど、それ以外はちょっと、これこそあの皆さんごめんなさい、知ってる方回答書いてあげてください。これナンバー26の質問にありますんですいません、ちょっと甘えさせていただく形で、最近ちょっと多くなってきちゃいましたね。質問なのですが、ヤマハが特許を取って他メーカーが使用している技術はどのようなものがありますか。逆に他メーカーの特許技術をヤマハが使用しているものもあれば知りたいです。よろしくお願いいたします。一番わかりやすいのはメットインってやつですよね。同じ商品名は使ってないですよ。メットインってホンダさんの特許ですけど、ラゲッジボックスだったりとかっていうのがあったりします。あとは基本特許ってあんまりその他メーカーが使ってるものは何とかして回避しようとするものなんですよ。車両価格が上がるのを抑えるために。例えばスカイウェーブの足元ってえぐってあるんですよ、鈴木さんのやつね、えぐってあるんですけど、足つきがそのせいでいいんですよ。あれ特許なんですよね。だから他メーカーが真似しなかったりとか。あとはめちゃめちゃ細かい話をすると、マジェスティ C のシート下のボックスっすよね、の中に絨毯みたいなのが引いてあるんですけど、あの絨毯どかすと丸い穴が開いてるんですよ。でそれは真ん中に開いてるんですね。だけど少しだけ横にずらしてくれるとキャブレターの調整のスクリューの真上になるんで、そこにこうなんていうんですかね、開けてくれればドライバーが入るのに、少しずれてるからすごい回せるけどめちゃめちゃやりづらいんですよ。でなんでこれ穴ちょっとずれてんのよって話をすると、そう、皆さんもう賢い視聴者の皆さんお気づきだと思うんですけど、特許なんですよね。でキャブレターの調整をしやすいようにここに穴を開けるっていう特許を取ってるんですよ、多分本田さんだったと思うんですけど。でそれを真似してしまうとそこにお金を払わなきゃいけなくなるから真ん中に開けたんですね。でこれはこのシート下に万が一水が入った時に水を抜く穴だよだったかな確か、とかっていう名目で水抜き穴として開けることによって特許回避してるんですよね。でその穴からこうやって細いドライバー突っ込むとかろうじて回すことができるから、それで整備審査員やってことなんですよね。というぐらい実はですね、特許っていうのは絡み合っていて、なかなか他メーカーさんが特許を取ってるものをメーカーがそのままそっくり真似しようとはしないっていうのがですね、どのメーカーさんもあるという形になってるんですね。こんな回答でいかがでしょうか。普通自動二輪の免許を最近取りました。さて何を買おうかなと悩んでおりますが、かっこヤマハ社の中から選びます。スペックのところでわからないところがあります。最高出力と最高トルクで回転数が違いますが、どうしてですか。例えば7500回転で20馬力、6500回転で 5.5 キロ。最高出力が出るところが最高トルクを発生する回転ではないかと思ってしまいます。回転数、出力、トルクの関係を教えてください。頭の悪い質問ですいません。ああ、なかなかあれですね。ちゃんとした質問ですね。トルクって低いところからなるべく出したいんですよね。なんていうかっていうと、その方が燃費が良くなるし乗りやすくなるからなんですよね。だからなるべく低いところから最大トルクが出るようにメーカーは一生懸命作ろうとします。そして馬力っていうのは、まあ、ピークパワーが出るところっていうのはエンジンが勢いよく回って全力疾走してる時こそやっぱ出やすいものなので、それでずれるんですよね。要は役割が違うっていうんですかね。
なので違うというふうに解釈していただければ大きな間違いではないんじゃないでしょうか。もう車なんかだと最大トルクをもう本当に千何百回転からもう最大トルク出してくるとか、今もうそういう世界になってきてますから、トルクっていうのはやっぱ下から出た方が今はいい、燃費と排ガスですよね。ガーって回転した時にですね、最大トルク出してると走らす時にそこに常に回さなきゃいけなくなっちゃうんでね。下り坂でクラッチを切ってそのまま滑走させるのってどう思いますか。昔の何かの四輪の雑誌だったと思うんですが、燃費走行のやり口として下の道でニュートラルを入れるということを紹介する記事を読んだことがあります。なのでバイクでクラッチを切って滑走もありかと考えてしまいました。さすがに峠のコーナリング時には不安定で危ないだろうと思うんですが、まっすぐ緩やかな下り道とかでやる分には良いのかなと思ってしまいますが、ということなんですけど、一つはクラッチを回復させるとき、要は握った後離すときにダメージを与えないように相当適切なギアに合わせてやってあげるスキルがあるかどうかっていうのが一つと、そこでほらバランス崩したら危ないですし、ワンなんて鳴らしたらあのバイクに良くないですからっていうのもありますし、あとはクラッチを切った状態で滑走させてる状態って前輪と一緒で転がってるだけなんですよね。プラスにもマイナスにも負荷がない状態になっちゃうんですよ。まあ、厳密に言えば違いますけど、ほぼほぼそういう感じになるんですよ。なのでバイクとしては不安定になることには変わりがないんですよね。駆動力が伝わってる時の方がたとえ操作をしていなくてもバイクっていうのは必ず安定するんですよ。例えばアクセルを開けて加速している状態か、もしくはアクセルオフにして減速している状態、どっちもバイクは安定するってことなんですよね。何もプラスもマイナスもない状態よりはっていう解釈ですかね。なのであくまで車体が不安定になっていることをですね、本当に理解していればいいのかなと思いますけども、まあそういう感じですね。機構的に壊れてしまうっていうことはですね、さっきの話だけちゃんと分かっていればないのかなというふうに思いますよ。ただ燃費走行を追求しすぎることによっていいことばかりではないですよっていうのも理解はしていてくださいね。たとえ燃費だけがすごく良くなっても実は他の弊害が見えないところであるかもしれませんよ。例えばそればっかやってるとね、オーバークールでエンジンがダメージ受けるかもしれませんし、だってアイドリングの回転数なわけでしょ。で、坂がそればっか、下り坂全部それ使ってたら、もしかしたらそういうこともあり得るかもしれませんし、とか。あとは、バイクって、最近のは特にそうなんですけど、わりかし普通に乗っても燃費走行してもですね、燃費が変わらないケースがあります。よくできてるんで。なのでですね、騙されたと思ってですね、両方測ってやってみるのもいいかもしれないですよ。自分が思う最高の燃費運転を一回やってみると、で燃費測ってみて、そして普通に何も考えずに無駄遣いしてやるぜぐらいの気持ちで普通に乗る、でその差がどれぐらいあるかをですね見てみたらいいと思います。そしてどれぐらいのコストを損してるのかどうかっていうとですね、多分自分の人生においてもっと詰めるべきコストが死ぬほどあると思います。歯磨きをするときに水道を止めていた方がコストが良かったとかね、全部ね、そうやってね、まあ燃費を良くすることだけを楽しんで趣味でやってるならいいんですけども、いろいろあると思いますよ。というわけでですね、今日はですね Q&A コーナー、いくつか質問をまた回答させていただいたんですけども、またわからないことある方はですね、この Q&A コーナーのところにですね質問を投げかけていただければですね、また私がですね答えさせていただくという形になりますんで、まあ合ってる時も間違ってる時もあるかもしれないんで、完璧に間には受けないでくださいね。気になることあったらですね、ぜひぜひ書き込んでいただければと思います。今日はこの辺でおしまいになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。